はい、どうもこんばんは、達也です。バックトゥーベッドでございます。今日は4回目ですね。もしかしたらこのぐらいで終わるのかな。まあ頑張って進めていきたいと思います。前回のあのラストのステージが本当にちょっと難しくて、かなりあたふたしてしまったんですが、ちょっとね、あたふたしすぎて、犬がいたじゃないですか。犬、最初犬って僕も自分で言ってるのに、途中からイノシシとか、豚さんとか言ってて、もうかなりパニックってますよね。なので今回も、さらに難しくなっていくと、予想されますので、あまりプレイの方は、期待をしないで見ていただければと、思います。はい、ということで早速次のステージ行ってみましょう。はい、もうまたこれはどうなって、まずベッドがこちらでしょ。これ多分これ回りますね。そうなりますよね。はい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 。で、リンゴがここにあると。どうしますかね。ここに置いたらどうなりますか。ああ。向きが変わりましたね。向きが変わった。じゃあここに置いたらどうなりますか。向きが変わりますね。で、ここに置いたら向きが変わって、あ、もうこれもしかしてこれでいいんじゃない？あ、違う、ちょっと待って、あ、そこ、あ、ごめん。ボブちゃんごめん。そこじゃない、一個ずれてた。じゃあ、もう一回、ここ置いて、こうでしょ？こうでしょ？違う。ああ、間違えた。これで向き変えてあげて、で、ここに置いてあげればいいんじゃないの？ほら。こういうのはね、まだ大丈夫ですよ。さっきみたいなね、あ、ボブさん、おやすみなさい。もうボブさんのことちょっと忘れてきて。あれなんですよ。邪魔者がいるとね、難しいんですよ。次は、ちょっといないことを祈りますが。はい。お、遠いね。ちょっと、あ、いっぱいいる。いっぱいいるよ。ちょっと待って。まず、ここにリンゴがあるでしょ。犬を避ける。そうですよね。ボブさん、そこでしょ？まず、こう、あ、違う違う。こう来ていただいて。あー、まだ早いね。あー、ごめん、ボブちゃん、ごめん。やばい、これまた、やばいやつじゃないですかね、これ。こうするでしょ。で、やつをどう止めたらいいんだ。で、そっちに行くでしょ。で、そっちに行ったら、ちょっと待って。はいはい、はい、はい。じゃあ難しい、難しいよ。ちょっと待って。ちょっと考えないとダメだね。こう来るでしょ。で、ここで止めるしかないかな。ここで止めて、いや、ちょっと待って、先にちょっと、これ難しいよね。ちょっと先に
なんか、あ、先にこう取ればいいのか。先にまず道を作っておいて、で、ん？え、あ、びっくりした。今心臓がドキッとなった。自分がもう落ちちゃうのかと思った。え、これ、あ、そっか、ここ、こうなってるのか。すごいね。ちょっと待ってね。これ。ああ、ここに置くとこうなるのか。そうだね。こっちに行くのか、そこに置くと。びっくりした。そういうやり方もあるのか。あっちに誘導してみたいな。どうしようかな。通ってもいいのか。あ、端っこは通れないな。ここ、あ、あっち行った。あっち行ったね。ということは、あれ？もう一匹いなかったっけ？はい。もうさ、そっち行ってもらって。よいしょ。こうでしょ。で、ちょっと待って、ちょっと待ってよ。危ない。待て、あー。でも大丈夫だ。あれに当たらなければまた坊さん戻ってくるから、ちょっと考えよう。ここの方がいいかな。ダメ、そっち行っちゃダメ。あ、そこに2匹、あ、重なってたんだね。そっち行っちゃダメだよ、君たち。どうしたらいいのかよく分からなくなってきたよ。あ、やっちゃった。難しい。意図せず動いちゃってるから。まず彼をあっちに行かせて、間違えた。そして、そして
リンゴを持ってきて、でだよね、こっからだよね。これでいいんじゃないの？来たんじゃない？これ成功じゃない？ねえ、これいけたよね。あー、よかった。難しいね、ほんとパズルゲームすごい苦手なんですよ、僕。だからね、すごい緊張してます、これやりながら。さすがにこう、何回もな、おやすみなさい、ボブさん。はい。そう、何回も何回もね、やるのもちょっと申し訳ないので、見てくれてる方に。はい。なので、もうちょっとサクッといけるようにね、頑張りますよ、次は。はい。はいはい。こう来て、そこを切ってこっちに曲がんないといけないんだね。これ取って、これどこに置くの？これ。いただいて、彼にもあっちに行っていただいて、で、違う、ここか、ここに置いて、で、ボブさんもこう行ったら、ボブさんこと当たってこっちに来るから、で、ここに曲がるから、ここに置いたら右右でしょ？これでいいね。この後だかわかんないよ。こう来て、はい、回れ右、回れ右、そう、そうでしょ？で、先行くよ。あ、ここに出てくるのか。これで、あ、あ、ちょっと待って、ちょっと、魚、魚。魚がいる。ちょっと待って。はい。はあ、あぶねえ。あぶねえ。そういうことだったのね。なんとか間に合ったよね。そうだよ。ベッドが必要だよ。はい。おやすみなさい。はい、どうも。今のちょっと良かったね。ギリギリ間に合ったよね。はあ、意外と心臓に悪いわ、このゲーム。よし、次行きますよ。はい、はいはいはい。ん？ちょっと待って、ポーさん、それそっち行くの？そっち行って。え？これはちょっといろいろ考えないといけないね。これどうやって、え、どうやってベッド行くの、これ。え、ちょっと待ってよ。え、あ、こうか、こうか。
違うね。あれどうやって撮るんだ？ん？いやいや、違うね。違うね、これ。ん？こっち？え？え、本当にわからない。本当にわからないよ。してるよね、これなんかやり方あるよね。なんか探そう。ボブさんごめん、何回も困ったよ。そこも落ちちゃうのか。どうする？落ちて、登って、ん？あ、そこ落ちちゃうのか。はい、ちょっと本当にちょっと今の僕にはどうしたらいいのかわからなくなってきたので、今日はこの辺りでお休みしたいと思います。ちょっと次回はちょっとゆっくり考えさせてください。はい、ということで4回目バックトゥーベッドやってまいりました。ぜひ次の会をお楽しみに。はい、ということで今日もありがとうございました。おやすみなさい。